さあ、皆さん、こんにちは。ノッツオでございます。ということで、今回ですけどね、今回もですけど、天使創造リブートをやっていきたいと思います。今回でパート33ということで、やっていきたいと思います。今回ね、新たなヒロインのルートにやっていこうということで、やっていきましょう。もうね、投票でね、決まっております。アマネちゃんのルートが終わったことによりですね、クルミちゃんのルートに行くということに決まっておりますので、今回からコヒバリクルミルートやっていきたいと思います。はい。でですね、なんか共通の部分、なんかプールじゃねえわ、海行った時の後のなんか、そのクルミちゃんの話っていうのは、実はね、アマネちゃんのルートやるとき、パート20の ところで回収しておりますので、まあそれはね、そこでパート20の、まあ、前半部分を見ていただけたらなというふうに思います。はい。まあその、なんか何、まあ一応何があったかっていうと、なんか、プールじゃねえわ。海ね。海でなんかかき氷食べて、食べるみたいな。下ベーするみたいなね。あ、そんな回となっておりますので、よかったら見てください。ちゅうことで、もう多分ね、ルート入ったところから始まると思うんですけどもね、早速ね、やっていきたいなというふうに思います。はい。あまねルートはね、パート20から32の間でね、アフターストーリー込みでね、アマレルートとなっておりますので、よかったらそちらもね、見ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、始めから行きましょう。あと、昨日の分はラーメン、かっこ、味玉トッピングでチャラになってるんだしさ。なんだこれ、なんか止まったわ。多分、これはね、共通、体験版の範囲で監修してるかな。なんかさ、ラーメンに誘うか誘わないみたいな選択肢で、誘った後でちょっと変化があったみたいですね、これ。ん？なんだこれ。俺も水着を用意しなきゃ、けど金がな。なんかあれだ、海に行くか行かないかの選択肢で、なんかお粥を作ってくれる選択肢。家具屋さんに頼むか、自分で作るかっていう選択肢で、自分で作るって選んだら、なんか止まったわ。水着買うから金くれって言って、もらえると思うか？プレゼン次第じゃない。なんでここを変わるんだ？あ、俺水着持ってないわ、みたいな。あー。さあ、ということで、これルート、これルートに入ったか？あ、待て。怪しい。ちょっと待て。特にやることがなく、自室でのんびりと過ごす。いつも通りの休日、のはずなんだが。最近いろいろとあったから、いつも通りであることが妙に、退屈に思えてしまう。あとは、終業式を残すのみで、実質、夏休みに入っている。ゲートを閉じたし、異世界絡みの解任はとりあえず落ち着いた。俺の体の問題はまだ残っているから、たびたび集まることはあるかもしれないが、毎日顔を合わせることはなくなるだろう。寂しいのか、俺は。友達ができると、人間強度が下がる、なんて聞いたことがあるけど、今まさに、俺がそんな状態かもしれない。お。スマホに反応あり。リーン、なんか前回なんかこれなんて言ったっけ？リーンって言ってたかな？リーンの新着メッセージが届いてた。コヒバイさんからだ。あ、これは、手応え来たな。コヒバイさんからってことは、入っちゃったんじゃねえか？相談したいことがあるのですが、お暇な時にお電話しても、かしこまりだね。真面目なのかふざけているのかよくわからない文面だ。俺に相談、異世界絡みのことだろうか。それしか思いつかない。すぐさま返事をしようとして、従順寂しくてノータイムで返信とか、ちょっと恥ずかしいな。いや、もうノータイムで既読をつけてしまっている。さっさと返信しよう。いつでも。即既読がついた。俺の返事を待ってたってことは、割と深刻な相談だったりするんだろうか。女の子からメッセージが来たぞ。
なんて喜んでないで、気を引き締めようか。そのまま待っていると、コヒバイさんから着信が。通話ボタンをタップし、スマホを耳に当てる。もしもし。いや、問題ない。相談って。ちょっとですね。お兄さんに聞きたいことがありまして。妙な言い回しに引っかかりを覚える。わざわざお兄さんなんて呼んだってことは、異世界絡みじゃなさそうだな。もしかして、何かあまねが、失礼なことしちゃったか。え？違う違う、そうじゃなくて、逆逆、むしろ私がみたいな。小ひばりさんがあまねに？かもなーって。いまいち話が見えてこないが、あまねからは、特に何も聞いてないけど。本当に？うん、本当に。否定はしたものの、納得できていないようだ。昨日さ、海で私たち、一緒にゲームしたじゃん？なあ、うん。無難に、相槌を打っておくべきだった。勢いで押し切っちゃったけど、迷惑だったかなって。本当にあまねちゃん、何も言ってなかった？それに関しては、本当に何も。それに関しては。スーって、めっちゃ息吸ってるの聞こえましたけれども。ダメだ。俺ダメだ。なんでこう迂闊なんだ。こうなったらもう、話すしかないか。とはいえ、小ひばりさんが察してしまったとはいえ、あまりは態度に出さないよう気をつけてくれていたと思う。そもそも、俺が無理を言って、一緒に遊んでもらっていたわけで。なんとか、あまりが悪者にならないように伝えないとな。ああ、いや、多分、そういうのじゃなくて。うん。あくまでも、俺の推測ではあるんだが。うんうん。あまねって、ガチ勢なんだ。ガチ勢？ゲームに対して、向上心が強いっていうか、全力で勝ちに行くというか。それで、ああ、なんて言ったらいいかな。小ひばりさんって、楽しむの優先って感じだろ？そのあたりに、ギャップを感じてるのかもしれない。ギャップ、つまり、私に真剣さが足りないってことだよね。足りないというか、遊び方は人それぞれだし、考え方の違いというか。考え方？あ、そっか。対戦ゲームなんだし、勝ちにこだわるのは自然だよね。ちょっと、私の視野が狭かったな。ガチ勢か。あまりはどんなゲームでも、なんつーのかな。非効率的なプレイを避けるっていうか。
そういうタイプなんだよ。負けたら悔しい、勝ってこそ楽しい、というか。勝ってこそ…なるほどな。私、勝ち負けより楽しくやろうぜって感じで遊んでた。そりゃうってなるよね。考え方が根本的に違うもん。ありがとう、すっきりした。ならよかったけど、あくまでも俺の考えだから、今の。アマネがどう思ってるかはわからない。ちょっと、人見知りなところはあるし。ぐいぐい来られて面食らってるだけで、ゲーム自体は、楽しんでたかもしれない。やっぱぐいぐい行き過ぎてたんだ、私。ああ、いや。今のも俺の考え。あくまで俺の。うん。ありがとね、谷風くん。役に立てたかは微妙だが、どういたしまして。立った立った。おかげでやるべきことが見えてきた。もう一回だけ、ぐいぐい行ってみるね。うん。あ？もう、え？もう一回。急に電話かけちゃってごめんね。じゃね。はい。じゃあ。切れた。小日向さんにもあまりにもいい顔をしようとして、どっちつかずな感じになってしまった気がする。もう一回、か。なんであの話の流れでそうなった？一応、アマネに伝えておくか。部屋にいなかったから、リビングに行くと、アマネはノアと一緒にテレビを見ていた。いや、見ているのはノアだけか。アマネは何やら難しい顔で、スマホを見つめていた。ねえ、うん。近づくと、アマネは顔を上げずに、俺を呼ぶ。先輩から来たんだけど。そう言ってスマホを俺に見せる。小日向さんからメッセージが届いていた。内容はゲームのお誘い。最後にこんな切実な一文が添えられていた。もう一回だけチャンスちょうだい。お兄、くるみ先輩に何か言った？さっき相談があるって電話来た。お前のことで。小日向さん、ゲーム誘った時のお前の反応が微妙だったって気にしてて。お兄はなんて言ったの？あくまでも俺の考えって断った上で、アマネはガチ勢だから、プレイスタイルにギャップを感じてるかもって言っといた。余計なこと、言っちゃったか。嘘じゃないし、別にいいんだけど。どうしよっかな。断りにくいなら、俺から言っとく。もともと、俺から無理に頼んだことだし。そんなことしたらこれから気まずくなるじゃん。前世関係で会うことありそうだし。まあ。そうだな。アマネはクルミが苦手なの？俺たちのやりとりを見守っていたノアが心底不思議そうに尋ねる。苦手ってわけじゃ。どうやら苦手意識を持っているようだね。意外だ。なぜ？くるみはとても善良なのに。いや、善良は善良だし、人としては好きだけど、なんかこう合わないんだよね。距離感とか考え方というか、陰と陽なの。属性が逆なの。
逆だからこそいいコンビになると今学んだばかりなのだけど。何のテレビ見とんねん。それ刑事ドラマの中だけだよ。そうなの？現実は難しいものなんだね。そうなの、難しいの。そんなに苦手意識があるなら俺から断っておく。悪かったな、無理に付き合わせてしまって。いい、もう OK ですよって返事しちゃったし。ね、いいのか。もう一回だけって言ってるし、断るのもね。どうしても会わなかったら私から言う。悪いな、いつやるんだ。まだ決めてない。くるみ先輩がいいならさっさと終わらせたいから今すぐとか。場所は？場所？俺もついていこうかと思って。いや、いらないし、うちでやるし。小ひばりさんうちに呼ぶのか。あ、これ伝わってないな。オンライン上でやるんじゃないの？あ？うちで一緒にゲームするんだろ。オンラインでね。ああ、そっか。別に近くにいなくてもできるのか。ボイチャも使えるし、なんかくるみ先輩近くでやりたがるけど。集まってワイワイやるのは楽しいしな。その感覚がわかんない。あ、でもお兄とノアちゃんもいればくるみ先輩の圧も分散するか。それはありかも。圧って、お前ひどい言い草だな。っていうか俺はやらないぞ。足手まといにしかならないし。ノアもゲームなんて興味ないだろう。興味はあるよ。遊んだことはないけれど。でも殺人鬼が獲物を殺し回るゲームだぞ。ちょっと僕には受け入れがたいかもしれない。いいじゃないですか。天使だってたまには羽目を外して虐殺とかしちゃっても。おい、やめろ。ノアを打点させようとするな。薄い本にはまってる時点でかなり打点してない？よしてくれ。僕はただ人間のその営みを学びたかっただけで。リクまで確かにみたいな顔しないでくれ。悪い、冗談だ。小ひばりさんの件本当にいいんだな。いいよ、私に合わせようとしてくれてるってわけでしょ。さすがに嫌だとは言えないし、次でやっぱ苦手だなーってなったらそう言うし。わかった、ありがとうな、ママね。アイス。なあ、くっそ。わかった、買ってやる。ノアもまた花見大福でいいか？え、僕もいいの？ついてたし、ゲートも閉じて一件落着、お疲れ様ってことで。なんだか申し訳ないな、毎回ごちそうしてもらうのは。気にしなくていい、これからも世話になるんだろうし。そうか、なら、うん、ありがとう。じゃあ買ってくるわ。行ってらっしゃい。行ってきます。あ？ノアも来るのか？あんなことがあったばかりなんだ。一人にはできないよ。心配性だな。すぐそこのコンビニに行くだけだぞ。でも、いや、わかった。一人になりたい時もあるだろうしね。そう言いつつ、ノアが姿を変える。空から見守るって？そうじゃないよ。背中の翼から羽を一枚取り、
俺に差し出す。なんだ。これを持って行って。何かが起こった時、この羽が反応して危機を知らせてくれるから。まあ、お守りか。わかった。受け取り、ポケットにしまっておく。それじゃあ行ってくる。プリンもよろしく。なんで増えてんだよ。ああ、やっぱゲームするのやめよっかな。なあ、くそ。わかったよ。ぼやきつつ、財布を取りに実践戻る。痛い出費だが、あまりが機嫌よく、小ひばいさんとゲームしてくれるなら、必要経費と割り切ろう。俺としては、せっかくできた縁だし、二人が仲良くなってくれますようにと、祈るばかりだな。はぁ、風呂から上がり、自室でくつろぐ。現在21時を少し回ったところ。夕食の時、20時くらいから小ひばいさんと遊ぶと言っていたが、まだゲーム中だろうか。二人が仲良くできているか気になるものの、様子を見に行くのもな。あ、びっくりした。いきなり扉が開き、アマネが入ってきた。声くらいかけろよ。無言。めっちゃ険しい顔している。これは、ダメだったか。ゲーム、終わったのか。あの人、何者？え？質問の意味がわからず、変な声が出てしまった。何者って、小ひばいさんのことだよな。なんでさっきから無言なんだよ。なんか、トラブルでもあったか？ない。なんだ。そうか、なかったのか。なさすぎた。ん？言葉に反して、あまねの表情はどんどん険しくなっていく。何もなかったのに、なんでそんなに機嫌悪いんだよ。悪いわけじゃなくて、受け止めきれない。何を？くるみ先輩の成長速度。成長？うまくなってたってことか。プレイスタイルが180度変わってた。エンジョイ勢からガチ勢寄りになってた。そう、ガチガチのガチ。操作精度はまだ怪しかったけど、状況判断が完璧になってた。お前が完璧なんて言っちゃうほどか。前まですぐパニクってたのに、今日はめちゃくちゃ冷静だったし、ハンターだけじゃなくてサバイバーの位置まで把握してるし。よくわからんけど、すごいってことか。あのゲームマップ見られないの。アイテム使わないと。で、マップ見ないとサバイバーの位置なんてわかんないし、ハンターも特定条件下じゃないとわかんないの。でもくるみ先輩はマップなしで全員の位置をなんとなく把握してんの。つまり他のプレイヤーの動きを常に予測しつつ、自分も最適な動きしてたってこと。すごいことをしていたってのは伝わった。すごいなんてレベルじゃないから。ボイチャなしで味方の位置把握するとか普通の人には無理だから。あまねにも？あの精度じゃ無理。実はやり込んでたけど、あまねとはワイワイやりたくて、プレイスタイル変えてたんかな。違う。攻略動画めっちゃ見て勉強したって言ってた。
動画か。初心者当然だったのに、動画見ただけで、アマネが褒めるレベルになったってことか。はい。ああ、やっとピンときた。確かにすごいなんてもんじゃないな。しかも3時間くらいだそうです。動画見たの。3時間。はい。たった3時間で。効率突き詰めて100時間は遊んでる私が。結構やってるな、お前。すごいと思うような、そんなプレイヤーになったわけですよ、くるみ先輩は。どうしたお前、なんか喋り方ぎこちないぞ。私のプライドズタズタなんですけど。アマネが肩をガクーンと落とした。こんな形でアマネが精神的ダメージを負うのは想定外だったな。ありえなくない？マジで何なんですか、あの人。ゴヒバリさん、天才肌なところあるからな。成績いいけど、試験勉強一切しないらしいんだよ。授業で十分ってタイプ。飲み込みが早いんだろうな。早いってレベルじゃないんですけど、才能の差を見せつけられた。楽しくなかったか？俺の問いに、あまりは悔しそうに目をそらした。また遊ぶ約束した。ぐいぐい来るの、慣れそうか？そのうち慣れるんじゃない？知らないけど。ありがとうな、アマネ。くるみ先輩と遊ぶたびにアイスおごりね。ふざけんな。なんでだよ。そういう契約でしたでございましょう？そんな契約知らねえよ。もうおごらん。口を尖らせ、アマネは部屋を出て行った。アマネの尊厳が少しだけ傷ついてしまった事態だが、二人がうまくいってくれたようでよかった。しかし、三時間で熟練プレイヤーに追いついてしまうとは、小ひばりさんの才能、確かに恐ろしいな。ん？何気なくスマホを見ると、メッセージが届いていた。アマネと話していて気づかなかった。どうやら小ひばりさんもゲームが終わった後、すぐに報告してくれていたようだ。うまくできたよアマネがすごく褒めてた。ごっと。小ひばりさんから着信。すぐに通話ボタンをタップする。もしもし。褒めてくれてたって本当？まあ、状況判断が完璧だったって。めっちゃ嬉しい！動画で勉強したんだって？そう、めっちゃ見た！ゲームは楽しければ OK とか思ってたから、セオリーとかあるのを考えもしてなくてさ、恥ずかしくなっちゃったね。うわ、私の行動地雷じゃん。そりゃあまねちゃんイラつくわって。もうとにかく知識だけ詰め込もうって思って動画めっちゃ見た。ほんと褒めてた。あのレベルは自分でもできないって。マジで？マジでマジで。また遊ぶ約束したって聞いた。したした！一緒にランク回そうって。ランクって言うと。ランクマッチ！ガチ勢がガチで挑むモード。ソロで遊びたいって言ってたあいつが、
そんな妹に誘ったってことは相当信頼してるんだな、小ひばりさんのこと。嬉しすぎて変な笑い出ちゃったわ。ありがとね、谷風くんに相談してよかった。いや、俺は思ったこと適当に言っただけだし、うまくいったのは小ひばりさんの努力だよ。でもでも、ガチ勢って概念教えてくれたし、ありがとう、神様。それは大げさ。豪快な笑いにつられ、つい俺も笑ってしまう。確かに笑っちまったけどね。ごめんね、急に電話しちゃって。いや、構わない。本当ありがとね、そのうちなんかお礼させて。いいって、そんなの。俺も小ひばりさんにはお世話になってるし。おやす…いや、だから大げさだって。笑い声をぶつ切りにして通話終了。めちゃくちゃ上機嫌だったな、小ひばりさん。それだけ、あまねに認められて嬉しかったってことだよな。ああもストレートな感情表現をされると、俺も嬉しくなってしまう。小ひばりさんには、前世代わりの件で、いろいろと助けてもらったし、少しでも、恩を返せたのなら、何よりだな。まあ、俺、今回何もしてないけどな。天使創造リブート。おお、いきなり天使。おお、これ無事に入ってんね。てかもうチャプターの4の1でもう多分入ってたんかな、多分ね。チャプターの4の2になってるし。あー、夏休みが始まった。はい、ということで、今回はここまでにしたいなというふうに思います。どれぐらいの時間になってるかな、ちょっと短いかもしんないんですけど、まあ今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。まあショップ目はね、ルート始まりはちょっとね、短くてもね、ご了承いただけたらなというふうに思います。はい。いやー、最初ね、入ってるかどうか不安だったけども、メールのね、メッセージの相手がね、小ひばりさんと出てね、安心しましたよ。うん。超ガチ勢になってたね。いや、まあ理解して、こう、勉強してやるのはいいんだけど、それにやっぱ、こう、操作が追いついてこないからやっぱ才能なんだろうなーって思うよね。見ただけでやれるのはやっぱ才能だよなー。うん。そっか。あんまなんか他のルートではね、あまねちゃんがくるみちゃんのことをこう、毛嫌いしてるっていうこの描写はあんまりなかったからさ。まあ、圧は強いみたいな感じはあったかもしんないけど、ね、今回みたいな感じな、感じではなかったからさ、あれだったけど、そっか。そうだよな。もともとはそんな感じだったもんな。はい。ということでね、次回以降もね、小ひばりくるみルートやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。